1キロ6万の気がする。ということは、世代がね、あれだね、儲かったね。いいビジネス。いいビジネスだね。はい、では、2020年大事件が起きた動画です。はい。これはケントカメラ。マイカメラ、GoPro7。はい、この、これ、いろんな、グループの魚がいて、すごい量だよね。はい、水族館みたい。僕が狙ってる魚がいて、この、うん、なんていうか、まだ元気で。ナイスショット。一本一本。梅色もどきだね。梅色もどき。日本のですね。ちょっと当たった。はい。この後なぜかだんだん次々と魚がね。変な様子になって、うんうん、こんな感じで、こんな感じで酔っ払って、これミスしたんですけど、うん、これはミスショットですね。ミスショットです。もう早くちょっとリロードして撮って、無事にゲット。無事にゲット。まあこんな感じのね、事件がちょっと起こったということだね。魚が酔っ払ってました。はい、なんと、はい、今日いきなり大量の魚が温度のね違いですごい酔っ払って、はい、上の方が水が暖かくて下の方が冷たいっていうね、温度の差ですごい魚がこんな酔っ払うみたいな、荒、はい、く飲んだ時のケントみたいな感じだったよね。一緒ですか。一緒の感じ。こんなそうそうこんな感じになっててで、それをですね、もう取り放題みたいな感じで、この事件ももうなかなかないから、なかなかないんでしょ、はい、多分僕の周りでは初めてですから、ローカルたち も、うん、もうびっくりして、はい、2人で初めて来ました。泊まった時にこういうのあるのは珍しいことだね。珍しいことです、はい、それでは魚のご紹介をいたします。じゃじゃん。これ何、結構一番多いやつは何なの。これバリではブワブワって言って、ブワブワ美味しい魚なの。美味しいです。見た目も美味しいから、後で夜バーベキューして刺身もして食べましょう、はい、ちなみに何時間で何キロぐらい。1時間半ぐらいですね。そうね、2時間以内。2時間もいない。これ何キロぐらい。大体多分25キロはありますね。25キロある、はい、うわ俺もちょっと貢献したからね。全部大体一緒の種類だけど、うん、1匹だけやっぱすごいのがオムジャパンが。オムジャパン、オムジパン、これ取りました。オムジパン、私はこれをダパッとしました。取りました。はい、ということで、まあね、今日いっぱい取れたから、今企画で1泊2日で来てるから明日もちょっとチェックをして、はい、でもしね、もう本当に大量に取れたらちょっとね、市場に売りに行ってみようかなと、ね、はい、市場だけじゃなくてそのローカルの人たちにもこれを売って。そうだね、はい、結構みんな喜ぶしね。絶対喜びますね。どのぐらいの値段でになるのかというのを、できれば明日もね、いっぱい取ってやってみたいと思います。ということで、マブックフィッシュを料理していきましょう。マブックフィッシュって何ですか。マブックは酔っ払うでしょ。酔っ払う、酔っ払った魚ですね。でまあこれ動画もう流れてると思うんだけど、あんな感じでもう魚がふらーって酔っ払ってるところをケントがついたんだけど、ケント2回ぐらい外してたからね。外したのもあった。酔っ払ってんのに2回外してるから、自分が酔っ払ってたんじゃないかってね。荒くも飲んだからね。だから両方、お互いマブ、両方酔っ払ったい酔っ払い、そうそう、お互いマブ。はい、ということで、酔っ払い、無事捕まえたので、ちょっとこれね、料理していきたいんだけど、取った後に俺もいろいろ調べたんだけど、日本の沖縄とかだとグルクンっていう魚の仲間。なんかグルクンってなんかいろいろ種類があるんだけど、その中の梅色もどきっていうんだけど、インドネシアではこれ美味しい魚ですよね。どうやって食べるの、インドネシアでは。ジャンキって言ってスナッパーの仲間なんですけど、だいたい揚げて辛いそうですね。日本だと素焼きって言って、こう鱗取って塩コショウして少しだけちょっとカットしてね、食べるっていうのが結構沖縄とかでは割と有名らしいから、まあ、そのスタイルで今日これを料理していきたいと思います。です。じゃあ鱗剥がし担当ケントさん、お願いします。イエーイ、鱗剥がしのプロ。いつから僕がプロになったの。これたまに刺さるからね、鱗を剥がしてる時。そうそう、お、さすが、うまいね。これはテクニックがいりますよ。普通の人はできないよ。できない。普通の人刺さる。刺さる。ちなみに冷凍庫に入れるとアニサキスっていうパラサイト。そうそう、パラサイトみたいなのを寄生魚とかにするんだけど、冷凍庫に保存して1日置いとくとアニサキスも全部なくなるみたいな。完成。はい、綺麗になりました。洗います。水で洗っちゃいましょう。結構こうやって飛び跳ねるから、水をかけながらやったりするとね、こんな感じで、ね、飛び散らなくていいっていう話も聞いたことあります。じゃあ先ここでやった方が良かったです、ね、よかったなっていう。段取りミスです。そんな汚い。
火をね通りやすくするためにここをカットしときましょう。そしたらこれほら中まで火が通るでしょ。たまに結構唐揚げとかでさ中ちょっとまだ冷たいとかあるでしょ。そういうのがこうやるとなくなるらしいです。こういうとこはオンジパンに任せます。まあ、俺の方が年上だからさ、まあ、ケントはゆっくりね座って、実際ケントゆっくり座ってるけどね。カットしてあとこんな感じでほら適当にこの辺なんか入れてあげるとこうなんかパカーッと開きそうじゃない。あこんな感じ。あいいじゃん。パカーパカーパカー。はい、味付け味付け味付け、はい、味付け担当。塩と胡椒だけでいいんじゃないな。これは下味に使うのは塩と胡椒です。まあまあ結構いっぱいでいいんじゃない。こんぐらい多いね。多い。はい、結構丁寧だね、中まで。あんまり濃いのはダメだから、体で悪いから。塩が味のことばっかりかけてんじゃねえか。いつも味のことかけすぎだっていう話になってんじゃないか。たまにはね、いつから健康派みたいになったの。たまにはこうやってちょこっとヘルシーヘルシーじゃないと食べない。胡椒少々、ペッパー。触れると楽しいですね。本当に思ってる。うん。これね、ビデオだから言ってますよ。いやいや、本当です。あの好感度狙ってるでしょ。みんなに好きと思われたい。いやでも、料理できると思ってモテるからちょっと頑張ろうかなと思います。というような感じでね、とりあえずシンプルに塩と胡椒をまぶしてみました。もう下味が完了したんで、このまま豪快に油で揚げたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。それではマブックフィッシュ入れます。ダイブ、レッツダイブ。おお、見てください、この微妙に浸からない油の量。まだ裏返すも大丈夫でしょ。男の料理なんてこんなもんよ。まあ基本適当でも食べれればさいいじゃん。はい、片面がちょっと焼けてきたんで裏返します。裏返し、そしてね、はい、いきます。うわー、あーいい感じだね。切れ目入れたじゃん、ここ。そこから油が入ってなんか、ね、身に火が通りやすくなってる気がする気がします。はい、さあ会場を変えてお送りしてます。あの外 あのガスが切れるというねハプニングがありましたので、はい、じゃあもう片面もうちょっと熱い。あ、すいません。いいんじゃないでしょうか。続きいきます。わあ、おいい感じだね。1キロ6万抜きやぐらいです。あの時何匹取ったっけ。18匹ということは1万円ぐらいだね。1万円ぐらい取ったね。あれだね、黒字だね。黒字儲かったね。ガソリン代とか引いても黒字になりました。いいビジネス、いいビジネスだね。もうもうフィッシャーマンって言っていいんじゃないの。いいですね。ね、趣味じゃなくてね、僕たちはフィッシャーマンです。オンジャパンもね、まだ何ヶ月だっけ。多分2ヶ月ぐらいか。2ヶ月、うん、2ヶ月でだってもうイカとか食べてる。ああ、僕はまだまだですよ、まだまだですよ。そうですか。師匠には及びませんよ。いやいや、昨日だって僕より大きいイカとったから。あ、まあそれはね、それはリアルだもんね。うわ、はい、それではグル君の唐揚げができました。満タン。イエー、美味しそうですね。すごい、これはめちゃめちゃ美味しそうです。この中やっぱ切れ込みを入れたのがすごい良くて、この中もバッチリ上がってます。じゃあちょっとこれを食べてみたいと思います。実食、レッツゴー。ということで梅色もどきの唐揚げ、グル君の唐揚げね、ができました。ジャパニースタイルフライ。まあだけどインドネシアスタイルでもあるよね。インドネシア人はよく見ますね、これ。もっとゴールドに、もっとゴールドね、もっとゴールド。また今日おなじみのサンバルってね、サンバルと合わせて、こいつを食べてみたいと思います。結構暑いからね、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、熱っ。てかこれ掴める。暑いね。ちょっと安いかもしれない。暑いけど、匂いもいい。行ってみます。サンバルで行ってみます。いただきます。はい、おいしい。満タン。つい日本語が出ちゃうっていうね。うまい。どう、やるか。すごいおいしい。じゃあ僕はちょっとこのまま行かせていただきます、皮と一緒に。あたたたた、あ、これこのままでも全然うまい。だからサンバルとちょっと濃いかもしれないけど、あ、いいよ、最高の味付けです。また、うん、満タン。うまい、うまい。油はそんなに乗ってないね。あんまり乗ってないですね。でもすごい柔らかい、うん、いや、めちゃめちゃホクホクで柔らかい、食べやすい感じですね。はい、はい、ということでちょっとね、まだすごい量があるんで、この後ケントと一緒にビールとね酒でもやりながら食べていきたいと思いますが、い
かがだったでしょうか。マブックフィッシュ、マブックフィッシュ思ったより美味しいです。美味しいよね。もう2020年本当になんていうのかな、まあおそらく今後起こらないじゃないかっていうぐらいやっぱラッキーだったね、あの日はね。まあこんなことあんまりないんで、ちょっと今回、まあ、たまたま僕たちがトリップ行った時に見つけたんで、まあ料理して食べてみたけど、魚は酔っ払ってても美味しかったっていうことです。まあ、あとあのその場所も、まあ、僕たちしかまだ知らないから。そうだね、あそこはちょっとシークレットですね。もうみんな来たらね大変なことになっちゃうからね。まあそこまたいつかチャレンジして、ね、そうね、またちょっとそこに行ってみて違う酔っ払った魚を捕まえてみたいと思います。Ya, itu dia video kita tadi. Bagi kalian yang suka dengan video kita tadi, bisa like, subscribe, dan komen di channel kita. Mantap, mantap.